私仕事嫌いよ、仕事の夢を見て吐きそうになった。どこへ行っても働かなくては生きてはいけないけれど、私の仕事の実態は何なのか、何なの、私の仕事の実態は何なのか、何なのか、ああ、この世の出来事をすべて綺麗なものを見たという配信ライブです。外行った方
私を一人残してね。小さな店の薄暗がりで羊をミンチしてる。この世は一つで私は何度も傷つけられたけれど、心が通じる人はわずかだわ。お姉さんやおじさん、社長さん、主さん、通ってくれる。いろんな客が通り過ぎて、好好好。
Thank you.
あと2曲あります。そしてから依田さんです。あ、そうだ、その後2人でやります。時間大丈夫ですか？まだ。次は、you
が住んでいるアパートがあって、そこを通るときいつもカレーの匂いがする。曇りガラスからフライパンやスパイスの瓶が並んでいるのがわかる。カレーに浮かぶオレンジ色の油のことを考える。オレンジ色の油にスリランカ人の肌が映り、その部分をすくってご飯にかけると、ご飯はスリランカ人の肌の色に染まる。最後の曲やります。最近の近況っていうことでもないんですけど、だいたいそのスーパーのお惣菜コーナーの唐揚げっていうのはそんなに期待はできないとは思うんですけれども、それが私この間スーパーの惣菜コーナーでもコーナーで期待してなかったんだけれども、その唐揚げ、だし塩唐揚げというやつなんですけれども、それを買いましたら、スーパーのお惣菜コーナーの唐揚げとしては相当美味しかったんですね。だからそのスーパーの名前を一応お伝えしておきます。どこにでもあります。イトーヨーカドーです。これじゃない。
でも最近あのヨークフーズっていうあのに変わりましたね。なんか知らないけど。ありがとうございます。コルネリですでした。次は与田まりえさんです。じゃあどうも。
げてもらって、下げ下げで。こんばんは、与田まりえと言います。綺麗なものを見たという催しが行われています。しない
しながら生きてる。暇すぎる。ああ暇すぎる。ありがとうございます。暇の歌という曲でした。この歌は7年前か7年前ですね。おそらく7年前に大雪が降った時があって、その日に出かけられなくてつまんなくて作った曲です。すごく久しぶりにやる曲を今からやります。ありがとうございます。8年ぶりくらいにやりました。
ありがとうございます。窓っていう曲でした。皆様どんな感じで見ていただいてるんでしょうか。こちらはこの通りです。カメラが8台もあります。すごいですよね。暴れて死ぬ男、便利な暮らしに興味はないよ。暴れて死ぬ男、生きてくためにさらに暴れる。
ありがとうございます。暴れて死ぬ男っていう曲です。私がひっそり参加しているわびさびクラブ、あ、じゃあわびさびクラブ、わびさびクラブっていうバンドがあるんですけど、それその時に曲やってる曲ですね。今日配信ライブ結構いっぱいいろんなところであると思うんですけど、今見てくださってる方本当にありがとうございます。あの配信だとこうはしごが簡単にできそうでいいですね。タブをいっぱい開いてちょこちょこ見るみたいな、いいポイントだと思います。いつまで
ありがとうございます。次で最後の曲なんですけど、今日は特別な日なので私が終わったらコルネリさんがまたもう一回来てくれて一緒に演奏をします。なので私が終わってもよければ見続けていただけると嬉しいです。はい、目には映らん速さで
ありがとうございます。ヨダマリエでした。では引き続き見ていただけると嬉しいです。ありがとうございました。
与田さんのライブすごい良かったです。コルネリ姉さんのライブもとっても良かったです。恐れ入ります。恐れ入ります。私ども実は実はってことほどでもないですけれども渋谷のうぐいす谷にありますなぎ食堂というあの店で働いてるんですけれども、はい、まあ、今までコロナで自粛してね、そうですね、ずっと休んでたんですが、うん、来週ですか、うん、来週ですね、7月1日から再開することになりまして、はい、でなんかまあ一応ビーガンの店なんですけども、そのベジタリアンのその店、あ、言ったか、ビーガンの店なんですけど、うん、斜め向かいにあの京華っていう弁当屋さんがありまして、なんかそこの唐揚げがですね、あのもう美味しいんですね。でなんか秘伝のタレを使ってましてあのちょっと甘めのタレで、時々そのね、あのバイトの前にね買って買ってとかしてるんですけど、なんかまああ、そう、なぎ食堂もソイミートの唐揚げっていうのがあって、うん、それはニラ醤油っていう、ね、そうですね、タレで、うん、あの木下さんって人がのお母さんが開発したんですけども、それも美味しいんですけど、まあ、あのその強化とそのタレの交換みたいにしたらどうなんだろうっていうのを思ってますね。新しいですね、提案してみたらいいかも。まあ、動物性のものが入ってなければ、そうだね、タレぐらいだったらできると思うけど、うん、そうだね、そうですね、はい、あるは、あごだしとかは、あごだしはダメ？いや、大丈夫、大丈夫、あごだし大丈夫、うん、あ、わかんない、ダメじゃない？ダメかもね。あごだしとカツオでしょ？かうん、え？カツオか、煮干し？うん、ダメでしょ。ダメか、うん、ダメだそうです。なぎ食堂、まあいいかんです、うん。じゃあ、やりますか。はい、やります。はい、最初の音をもらっていいですか。はい、あーはーはー、はい、オッケー。言った方がいいのかな、これ後で言いますか。はい、キングコーシー賞に山へ行こう行こういつかの山へ、ハイキングコーシー賞に山へ行こう、進む。
橋に立って邪魔は何もない覗いてみる覗いてみるあ今の曲は、はい、ハイキングコースっていう曲で、はい、勇気古川っていうバンドの曲でした、はい、通常歌ってるのはコルネリさんです。あ、はいはい、で、で、次あと残すところ あと2つやるんですけども、はいはい、ででん、はい、これ先日発売しました、まあ、ここ三鷹スクールの救済コンピレーションアルバム、その名もあれなんだっけ、プレイフォースクール、プレイフォースクール、ね、こちらですね、与田さんと私とあと、いろいろな人が、そう、いろいろな人が全部言わなくて、あ、全部は多いからな、そう、これコルネリさんに参加しませんかとお誘いをいただいたんですけど、参加してみて出来上がったものを聞いたら、なんとも唯一無二なアルバムが出来上がっていて、本当にびっくりしたんですよ。すごいいいアルバムだなと思って、うん、私も思いましたね。なんかそれは本当にスクールとか、スクールがこう音楽レベルのヘッツとかアズバン橋ダンスクロッシングとかがこうやってきたことが、やっぱこういう時にこうパッと反映されるんですよね。で本当に感動したんですよ私は。で私ここに入れて本当に嬉しいと思いました。それは良かった。うん、嬉しい。本当に聞いてほしいです。素晴らしいアルバムになりました。ドネーションアルバムだけど、はい、普通にアルバムとして本当にずっと聴ける、ずっと聴けるっていうか、いい音源です。そうですね、なんかこう、なんかこう実験的な感じとポップなものと、うんうん、なんか混ざってるけどでも バランスが取れている感じというか、そうそうですね、具体的に言いますと、うん、はい。いや、いいと思います。で、はい、この CD の盤面も手作りだそうで。あ、そうです。これ私がですね、1日かけてですね、スプレーを型を作ってからスプレーをかけて、うん、型が、まあいいか、まあ、とにかく頑張って頑張った、作ったっていう。コルネリさんが頑張った盤面、はい、こういう作業得意なんですね、私。そしてデザインもですよね、確か。あ、そうです、はい、デザインもだし、あと今日配信でたまに映る絵もコルネリさんが描いていて、描きました。すごいですよね。あ、そういう、すごいですよ。はい、ありがとうございます。すみません。やりますか。はい、やります、はい、あ、でそのコンピレーションアルバムに入っている2人の曲を一緒にやりたいと思います。せーの、うーで
じゃあ今日最後は今日 の、 あのタイトルの元になりました綺麗なものを見たのという曲です。なんかこの曲を聴いた時に私はなんだっけコンピレーションで絶対一番最後がいいなと思って、なんかすごい普遍的な音楽だったし音楽だと思うし、なんか、こうなんか大みんなんだろう大変なみんなが大変な時にすごいなんか元の位置に戻してくれるみたいな、そんな曲な感じがしました。ありがとうございます。すごい。よし、じゃあ行きます。はい。はい、1、2、3、4。あ、ごめんなさい、もう一回。行きます。1、2、3、4。Thank you.
とうございます。ありがとうございました。さようなら。